文脈の多様性に基づく名詞還元の提案というタイトルで長岡技術科学大学梶原智之が発表を行います。よろしくお願いします。我々はこれまで国語辞典を用いた還元ということで、国語辞典の見出し語から語尺文中の単語への還元を研究をしてきました。国語辞典は見出し語を平易な数語で語尺文として説明しているもので、国語辞典の見出し語から語尺文への還元には語彙を平易化する効果が期待されます。しかしこの辞書を用いた還元にはここに表す2つの課題があります。一つは語尺文が語尺文全体で見出し語と等価になっているため、語尺文の一部を使った還元では見出し語と必ずしも等価にならないというものです。もう一つもこれに関連してですが、語尺文は数語の短い文字列で表されているため、この中にその必ずしも見出し語と還元可能な語が含まれているという保証もありません。このような背景から、我々は今回既存の還元知識に頼らずに大規模コーパスを用いて還元を生成しようという研究を行ってまいりました。で、今回提案をするコーパスを用いた名詞の還元ですけれども、似た意味の語は似た文脈で用いられるという分布仮説にのっとって、まず入力文と同じ文脈で用いられる名詞をコーパスから抽出をします。これは自然な文を出力するための制約となっています。で、次にこの集めた名詞の中から還元候補語との文脈の類似度を計算して、最も類似度の高い名詞に還元を行います。で、この2つ目は、還元によって意味を保持するための制約となっています。この還元の流れを説明します。まず空港へのアクセスを調べるという入力の文があって、このアクセスという名詞を還元をしたい場合ですが、空港への〇〇と〇〇を調べるというふうに、前の文脈と後ろの文脈に分けてコーパスからこの〇〇に当てはまる名詞を抽出をします。で、それぞれ集まるのですが、この前の文脈と後ろの文脈に共通している、乗り換え、料金、行き方といった名詞はこの入力の空港への何とかを調べるという文脈で使うことができる名詞だと考えています。で、この文脈で使える名詞の中で、この元のアクセスという単語との文脈の類似度を計算して、一番類似度の高い行き方に還元を行うことで、空港へのアクセスを調べるを空港への行き方を調べるというふうに言い換えることができます。繰り返しになりますが、まず還元の候補の収集を行うというのが、提案手法の一つ目、第一段階です。入力文を前の文脈と後ろの文脈に分けて、それぞれコーパスを検索します。で、この共通する〇〇の名詞に還元をすることで自然な文を出力、日本語として自然な文を出力することができると考えています。で、名詞を集めると類似度の計算を行って還元先を選択します。で、ここで、類似度を計算するときに、我々は、2つの仮説を立てています。で、1つ目は、還元対象の語と還元候補の語が、多くの種類の文脈を共有するほど還元の可能性が高いというものです。もう1つは、還元候補の語が多くの種類の文脈を持てば持つほど還元の可能性が低くなるというものです。で、この一つ目の仮説が、この前の項で、二つ目の仮説が後ろの項になっているのですが、これの掛け算で、還元対象の語と還元候補の語の還元の可能性を、文脈の類似度として計算をしています。で、今回提案する手法の特徴ですが、一つは、入力文脈に応じた還元が可能であるというものです。で、もう一つが、単語の出現頻度を使わないというものです。これは、還元可能な語は、還元の候補の語とより多くの文脈を共有するという、我々の考えに基づいています。
でこの頻度を使わないことで、高頻度の語に、影響を受けないということと、低頻度の語のうちその偏りが大きな語に対しても影響を受けないということで、頻度をつかないことで頑健な処理ができるのではないかと考えています。これが今回提案をする文脈の多様性に基づく名詞の還元です。コーパスから還元を行う関連の研究としてはマートンらの研究とバガットらの研究があります。で、これらはどちらもコーパス中で還元対象語の文脈から特徴ベクトルを生成してその特徴ベクトル同士のコサイン類似度を計算することで類似度が最も高い候補へ還元を行っています。どちらもそういう研究なんですが、マートンらの研究では未知語を還元することで、機械翻訳の精度を向上させようということが目的になっていて機械翻訳の前処理として、還元を行っています。でマートンらの手法では、文脈の語と還元対象の語のこの狂気頻度で特徴ベクトルを生成しています。一方バガットらの研究では還元対を大規模なコーパスから獲得するというのが目的で、こちらでは自己相互情報量を使って特徴ベクトルを作成しています。この狂気頻度を使うマートンらの研究では、多く狂気する文脈を重要な文脈と考えていて、これでこちらでは単体の出現頻度が高い単語の影響が強く反映されると考えています。一方自己相互情報量を扱うバガットらの研究では偏って狂気する文脈が重要な文脈と考えられこちらでは出現頻度が低くその単語の狂気の割合に偏りが現れる単語の影響が多く出ると考えています。で我々の手法ではこの頻度を使わずにどんだけ多くの種類の文脈を共有するかということを考えていてこの頻度が大きい小さいといった影響が出にくいというふうに考えています。で今回の提案手法を評価するための実験について説明をします。大規模なコーパスとして Web 日本語 N グラムの中から名詞で始まって動詞の原型で終わるものを文とみなしてそのうち先頭でないところに名詞を含むものを抽出をしてきました。それが136万5705件あります。でこのうち頻度の高い200の文について先頭ではないこの名詞を還元対象として実験を行いました。で類似度の計算には京都大学核フレームを使っています。類似度の計算で Web 日本語 N グラムではなく京都大学核フレームを使った理由ですが、この荷物を積む経験を積むというふうに、使われる意味の違う文脈を、分けて計算をするために、核フレームを使っていますですね。はい。で、200文について還元を行った評価の結果なんですけれども類似度1位の名詞が還元できるものが 20% でした。で、1位ではないけれども類似度の2位から10位までの範囲に還元できる名詞が含まれているものが 21% で、この 21% を、なんかうまく選択をして、類似度を1位にできないかというのを考えているところです。で、提案手法では文脈を入力の文脈で使われる名詞を抽出してその中で類似度を計算するんですが最初の名詞を抽出する段階で同じ文脈がないとして失敗しているものが 28% で、名詞を抽出したけれどもその中に、還元可能な名詞がないまたは、その還元可能な名詞をスコアを高くすることができなかったというものが合計で 31% になっています。で、還元が成功した例をここに示します。オーナーの承認が必要になるというのがオーナーの許可が必要になるというふうに言い換えができています。
その他、良心的な料金を提供するが、良心的な価格を提供する、教育の拡充に充てられるというのが、教育の強化などが挙げられるというふうに還元ができています。で、名刺の抽出に失敗した例がこちらになります。畜産加工等の案件があるというのが、同じ文脈での名刺が抽出できないというのと、更新備準表示に並び替えるという文でも名刺を抽出することに失敗しています。まず一つ目のパターンですが、文脈に依存していて、表記する種類が少ないっていう場合が、この上のパターンになります。で、この畜産加工等のように、この前の文脈に依存する例が多かったのですが、特殊な単語であるというふうに考えることができて、表記するパターンがそもそも少ないという例があります。で、もう一つこちらのパターンは、並びが名詞で、変えるが動詞の原型で、この並びを還元の対象にしているのですが、これは並び変えるという複合語の並びは一部になっていて、複合語の一部だけ言い換えるということは、ほとんど起こらないので、こういうパターンでも名詞の抽出に失敗をしています。そして、名詞を抽出できたけれども適切な還元ができなかった例というのがこのスライドです。で、浴衣にも洋服にも合うというものと、以上の評価を受けているという2つの例があります。で、1つ目の例ですが、言い換えの候補として、ドレス、着物、普段着、カジュアルといったように、類似する名詞を集めることはできています。で、その類似する名詞は集まっているけれども、その中で、この浴衣にも何とかにもっていう時には、この類似する語の中の上位階関係の中で、浴衣と同じレベルの語を選ぶ必要がこの文脈ではあると思うんですけれども、浴衣と同じレベルのものをここから、選ぶということができないというか、この中に浴衣と同じレベルのものが入っていないというのがあります。で、もう一つは、これは評価の還元の候補なんですけれども、評価を受けるは評価だけで言い換えをするのが適切だとは考えていなくて、評価を受けるというフレーズ単位で言い換えることが適切だと考えています。例えばこの評価を受けるであれば、で、認められるというふうにフレーズ単位で言い換えるのが妥当かと考えています。最後にまとめですけれども、本研究は文脈の多様性に基づく名詞の還元手法を提案するという目的で、この手法の特徴は入力文脈に応じた還元ができるということと、頻度を使用しなくて文脈の種類数を用いて還元を行うというのが特徴になっています。で、今後の課題としては、類似語を集めた後、その上位階関係の中で、適切な流度のものを選択をするということと、フレーズ単位にで還元を行うというものになります。で、最後予告になるんですけれども、今回の発表の続きを、5月に、人工知能学会の全国大会で発表することになっていて、こちらの方では、本手法の特徴である、頻度を使わないということと、入力文脈を考慮した言い換えができるということで、こちらの有効性を、関連研究と比較をして、示すことができていますので、よかったらこちらも聞きに来てください。これで発表を終わります。ありがとうございました。